はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今大阪吹田の倉庫に来ています。卸屋さんの在庫にですね、いいピアノ見つけました。向こうがもう輸出にね出ちゃうピアノでですね、なんですけどもね、こちらです。このいいピアノはですね、海外に出してしまうのはあまりにも惜しいということで、うちで買い取りをしました。US6XSV、これはですね、私が河合楽器の社員時代にですね、このピアノが出た時に、おお、すごいのが出たなと思ったんですね。それまでもすごかったんですよ、河合のこのタイプは。最高級のモデルで、ですね、最初はですね、K4 パーかなっていうモデルで、その後 BL の71、そして、US の50、US55、US63H、US6LE、そういうのがいろいろと出たんですけど、US6X、この、時に設計っていうか、多分ね、音作りが変わりましてですね、ものすごい太くて重厚で、そして、まろやか、しっとりと、なんかこう、なんていうかな、水分の含んだお肌みたいな、どういうこと、そういうね、音になったんですよ。私、これ出た時、めちゃくちゃ感動したんですね。6X、これはすごいって思ったんですよ。で、それがですね、中古ではあんまりね、出回ってないんですよね。特にね、今回これはですね、SV というスペシャルバージョンの限定品なんですよ。ちょっといい部品を使ってね、台数何百台かな、100台、200台、台数限定で作ったというね、ものなんですね。US6X の SV、これね、めったに見かけないですよ。この限定品がありましたので、もう即仕入れをすることにしました。記録表を見るとですね、最初の調律が平成3年の1月になってますから、まあ、平成に入ってからのピアノになりますね。で、中の状態ですけどね、すごいいいんですよ。程度のいいね、ピアノでですね、中見てください。ハンマーもそんなに消耗してませんしですね、こういうか、でこのモデルはですね、トーンエスクープってあそこに穴が開いてまして、音が前にね抜けるような仕組みになっています。まだね外装汚れてますけども、これね、バフで磨くとピカピカに新品みたいにね、再生できます。で、河合のこのモデルは当然6本支柱ですね、支柱が6本ありますので、めちゃくちゃ頑丈ですね。はい、評判もいいですよ。すごいね、いい評判使ってますね。まあ最高級ですからね。はい、で今ちょっとね携帯で撮ってるので音がねあんまり良くないんですけども、ちょっと響きを聞いてもらいたいと思います。はい、鍵盤は人工造形ですね。このね、重厚感をですね、まあ、河合のピアノは鍵盤が分厚いって言われてるので太い音がするんですよ。立ち上がりがコーンといくのはヤマハなんですけどね、コンコンコンとこう立ち上がりがいいのはヤマハなんですけど、河合はズワーンという低音がねすごいんですよ。やっぱりグランドを意識してるのかな。もちろんヤマハもねグランド意識してますけどね、太いんですよ音が、分厚い分厚い、綺麗でしょ、まろやかでしょね。ちょっと音が狂ってますけども、まろやか、めっちゃまろやかね、長時間弾いててもね、めっちゃ気持ちいいんですよね。大好きです、私この US6X ね。で、まあ、このタイプはですね、当時この後ぐらいかな発売されたのが、125cm 型の、このグランド型譜面台ありますね。まあ、小さめの中型のやつが、小さい方がいいなっていう方もいらっしゃいますけど、まあ、断然パワーと音の響き豊かさは 132cm 型です。こちらの大きい方がやっぱり、グランドピアノに近いですから、弦が長いですからね、そういう意味では、超おすすめのモデルになります。綺麗でしょ。調律したらさらに良くなりますのでね、河合の US6X、超超超おすすめの私の大好きなモデル、いかがでしょうか。ご希望の方はもう1台だけですよ、ね、中古の場合はね、即商談の表示をして、それから考えてください。先に押さえないと、もうね、よくあるんですよね、もう1ヶ月2ヶ月在庫であったのに3人ぐらいが同じような同じ日にね、時間そう本当数時間違いで欲しいって言ってこう重なることって、これ不思議ななんかね、うちの法則かもしれませんけどね、あるんですよね、重なっちゃうんですよね。
ずっと在庫にあったのにとかいうのが、だからこれもご希望の方がパタッと出る可能性ありますから、まずは商談でちょっと先に押さえてください。それお勧めします、そのやり方ね。はい、河合の US6XSV のご紹介でした。それではさよなら。